朗報だよ。うん、近々我が校では臨海学校があるんだけれど、世界を面白くするの鉄火団団長、俺がいつかだぞ。スバル君、飼育員はどうですか？いやー、なかなかおかしいぜ。おかしいですか？なんなんだよ、ありゃ。オルガ、オルガ、生きてるよ、ミカ。俺が厄災戦で人類を絶滅の窮地に追いやった。モビルは、こいつ俺の知ってるジャンガリアンハムスターにしてもデカすぎなんだよな。あんた何言ってんのってな感じよ。その魔人を倒しましょう。結論早いな。心配しなくてもやっておいたよ。レムの方こそどうだ？はい、レムは保健委員ですので、誰かが怪我や病気にならない限り仕事がありません。ああ、頼りにしてるぜ。で、ベア子はどうなんだ？確か図書委員だっけ？別に何もないのよ。ずっと本を読んでるだけかしら。あの、何なのよ。この本面白いですよ。この中に書かれたアグニカ・カイエルの思想に私は救われた。人が人らしく生きられる世界を築くためギャラル・ホルンを作った英雄。何かしらその単語、聞いたことないのに不快な感覚だけはするのよ。バエルを持つ私の言葉に背くとは。いつもと変わんねえな。それでいいのよ。お姉ちゃん待ってよ。ほら、ゆっくりしてたら置いていくよ。よー、ちびっこたち、いい朝だな。相変わらずうるさいね、スバルは。そこが俺のなけなしの個性だからな。今日は私が朝の餌当番だから先に行くね。おう、頼んだぜ。待ってくれ、俺も行くぞ。それっぽっちの戦力で俺をどうにかできると思ってんのか。ダインスレイブ隊、待ってくれ。放て。頼む、鉄火団の団長である俺の命だけだ。だからよ、いつもと変わんねえな。それでいいの？もういいよ。じゃねえぞ。この度の臨海学校、せっかくだからクラス活動として全員で何かやろうではないか。反対意見のある者は挙手してくれたまえ。あんな恐ろしそうな生き物の提案を拒否できるやつなんていません。反対。拒否してるやついた。お前どうしていちいち噛みつこうとするんだ。なんでアンデッドなんかの提案聞かなきゃいけないの。まだ言ってないじゃん。いい加減聞き飽きたぜ。提案は私なんです。臨海学校が何かよく知らないけど、みんながもっと仲良くなれたらいいなって。確かにエミリアの言う通りだ。は？エミリアの言葉はアグニカ・カイエルの言葉。大丈夫ですか？頭おかしいですか？頭がまともだったことなんて一度もないわ。じゃあみんなアイデア出してくれ。どうしてバルスが勝手に仕切ってるの？よし、お前ら鉄火団初の大仕事だ。気引き締めていくぞ。どうしてあなたが勝手に仕切ってるの？ずりっと。もう他にアイデアはありませんか？爆裂魔法大会、我慢比べ。バエ、うん、ないようだな。一応お昼にやることは揃ったけど。そうだな、夜にやることがないな。肝試しってどうかな。肝試し？なあ、夜だしちょうどいいと思う。いいんじゃねえの？なんかよくわかんねえけど。え？肝試し、私もアインス様とやりとうございますわ。え？じゃあ肝試しで決定します。準備はロズワール先生にお願いをしておきましょう。ああ。それではホームルームを終わります。